おはようございます。画家のギソです。第9回の勝手に公募展、自画像の入選編をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。100枚のうちの50枚は昨日公開しました仙外という、申し訳ございません。で、今日はですね、入選編35枚をお届けしたいと思います。非常に素晴らしい作品ばかりですので、ぜひぜひ楽しんで見ていってください。第10回、の第3キーワードは「ブ」ということで、皆さん何が出るかもう予想ができているんじゃないかなと思います。ひらがなで書いてるとこがポイントですので、ね、皆さんね、2つの意味合いありますからね。ね、まあはい、2つの意味合いがあります。だからかなり幅広く、皆さんご応募いただけるんじゃないかなと思います。じゃあ早速いきましょう。こちらの作品からでございます。こちらの作品ですね、77歳の寺岡さんですね。若造の初めての自画像ですと、鉛筆画で挑戦しますと、2014年1月1日と、A4、2B、6B、8B、12B、鉄筆、殺筆、今年元旦に猿の色鉛筆を描いている自分をセルフタイマーで写真を撮り描きましたと。あ、正月に勝手に公募展、確か29日かなんかにこう、あの、次回はって公開してからもうすぐ書き出したのかな、あ、写真を撮っといたのかなということでですね、ちょっと胸のこのエンブレムはちょっと邪魔ですよね。こう絵の中でこういうのとかあんまいらないんちゃうかなと思いますのでですね、絵に必要のないようなものとかはぜひぜひね、こうどんどん消していかれたらいいと思います。こんなも邪魔くさいなと思いますので、皆さんどう思われますか。もうほん邪魔くさいなと、こんなんね、こう絵の中でいらない、もう一番嫌いですね、本当に。はい、こういうの消しておきましょう。お、いい絵になりましたね。これやったらね、ちょっと上の方に行けたかもしれませんけど、冗談です。すみません。基本的にはやっぱりうまいんですけど、やっぱりこう構造として立体感を出すとかですね、見せ場を見せるとか、特に立体感の出し方みたいなのはあまり分かってないんやなと。うまいのはうまいんですよ、もう分かってます。で、例えばこう構図的にこういうこうね、なんかジャンバーとこの鉛筆とほぼ同じ位置に来てるとか、まあそういったところとか、手をもっと前に出すにはどないしたらいいかとか、そういったところを少し、意識されてみはった方がええんちゃうかなと。少しこうそういうのやってみたりとか、鉛筆なんかもね、まあそういうのとかをだいたい今回は1分半から2分ぐらいに収めていかないとまた長い動画になりますので、すみません、テンポアップでいきます。まあ、少し鉛筆をですね、どの辺かな分からんけど、まあ、この辺りとかの位置とかですね、ぜひぜひ、注意されてみてもいいかなと思います。まあ、皆さん本当にこうある程度ね、お上手な方多くなってきますので、この辺りになってくると影をちょっとつけたり、手をもう少し前に出したり、反転とかさせてみたりね、もうしてみると結構一目瞭然やと僕は思うんですけどね。手なんかギュッと出てきませんか。ギュッと。はい、次の作品に行きたいと思います。おめでとうございますですね。こちらの作品です。中村常の自画像に憧れて、これまで何枚か自画像を描いてきました。自分の内面を表現できる絵を描きたいですと。鏡を見て描くので角度に限界を感じていますということで、もうなんかもうちょっと体動かしはったらいいのになっていうのはまず思いますけどね。真正面から中村常の、こんだけ真正面の絵ってありましたっけ。あんまりちょっと体自体はちょっとこう斜め向いてあったような記憶があるんですけどね。あの、非常にあの、よく描けているなと思いますね。もう本当に、あ、もうこれ加筆してある状態がついてありますけどね、え、ひどいよね、なんかね。顔だけ見るとやっぱお孫さんの方が全然いいですね、本当に。ね、100倍ぐらいいいのでね、あの、喧嘩なりませんでした。大丈夫ですか、泣いてないですか。背景とかの仕事の微妙な色とか、特に洋服はやっぱりしっかり描けているなというふうに思ったりしますので、おばあちゃんなんで教えてくれへんかったんとかって今言うてるんじゃないでしょうか。洋服とかね。
でまあもう顔これも少しこう骨というものが入っていますよという意識をもう少し持って、例えばこのモスグリーンみたいな背景にしたら少し反射光でこう側面のところにこう入っていくというような形みたいなのが意識もうちょっとされてきて、まあ人物も本当に真正面からこうね本当にこう何ですか、免許の写真マイナンバーの写真みたいな感じになってるんで、もうちょっとこう動きつけてあげた方がいいんちゃうかなというふうに思います。まあそういう、こう動きはちょっとつけれませんけど、少しこう立体をもう少しこう出してみたりとか、これぐらいのこう意識とかで描かれてもいいんかなと、立体感という感じです。はい、おめでとうございます。次の作品でございます。まあ、ここから最後の15枚に上がっていくっていうのはね、どういうことなのかと。小木曽先生こんにちは。全くの初心者で初めて絵を描きます。ですが家族で自画像を描こうということになり応募 しますと。大丈夫ですか？描いているとき、小学生のときに絵を描くことが好きだったことを思い出しました。色を混ぜて、作るのも好きでした。その楽しさが蘇ってきました。先生の動画を夫の隣でいつも見ていますが、イメージしたように描けませんでした。これを機会に、これから絵を描いていきたいということで、女性ですね。お名前まで、しっかり書いて大丈夫ですか？50歳ということで。もう日本人、海外の人はガンガン普通にちゃんと名前出しますけどね。日本人は大体匿名が多いというね、世の中で面白いの。いや、でも本当1枚目に、ねえ、お母ちゃんもうちょっと背景のことと洋服のこととかね、教えてくれたら、ねえ、もうずっとこう、怒っているでしょ？もうね、息子さんがね、僕顔だけ見ると全150倍から300倍ぐらい、これも加湿した状態になってるな。息子さんの方がいいですよ。いろんな色感じて。で、こっからちょっと色とかもっともっとこう感じれてくるといいなと思ってですね。ちょっとこう加湿したような状態、ほんの少しこう、これも反射光というのを入れることによって少し立体感、鼻の方とかがもうちょっと前にギュッと出てくるとかっていうのとかですね、髪の毛のとことか、やっぱりこうちょっと光がこの角度に当たっているなとかっていうこととかですね、そういったところをちょっと加湿していってみたりとかしました。ただやっぱ洋服と背景のこう、なんか何も書いてないけど、こう、いろいろこう味わって書いてるところね、それは9歳にできるわけない。そんなひどい話ですよね。ぜひぜひ、お母ちゃんなんで教えてくれんかったんと、もう一番恨むべきお父ちゃんやと思いますので、お父ちゃんにね、なんかこうて持ったらいいんじゃないですか？何が今流行ってますか？ウルトラマンですか？仮面ライダーですか？非常に良い作品、丁寧に色を置いていって、絵の具も置いていって、いいなと思いますよ。アクリル絵の具でこれぐらいまでこうかけてきたら、本当油絵とか使うともっと複雑な色とか、僕個人としては使いやすい、作りやすい、なと思いますけども、非常に良い作品だと思います。ほんの少しこう立体とかを出していくとか、もうちょっとこう違った色みたいなのを感じて、息子さんに、その辺は息子さんの方が本当に素直に色を見えてるなという感じしますのでね、顔に関してはもうダントツでも家族の中で一番ねえ、絵だけで審査したからね、ごめんね、ほんとね、背景がもうちょっとな、洋服ももうちょっとなと思ってですね、もうひどい。はい、次の作品でご家族でご応募で、お父さん出てきませんでした。次の作品こちらでございます。48歳、タイトル、お名前が書いてあったのかな、ちょっとすみません、切れてしまったかな。作品への思い、自分の顔48歳、頬も垂れて、僕も48ですけどね、いたたまれない、シミもちゃんと描いた、そばかすは小さい頃からずっとある、意外とシワがないのが救い、しかしほうれい線しっかり刻まれている、自分の顔に向き合うのは大事だが残酷ということで、僕ね、でも本当面白い絵やなと思って、このなんか正面のここの顔のところはめちゃくちゃ面白いなと思って、わざとかな、ちょっとこう漫画みたいな感じやけど、すごくこうそれでもなんか絵画的な感じがして、一つ一つに対してすごくこう愛着を持って描いているところが、ね、こっちの目の、下まつげに比べてこっちの目の方はなんかだいぶこう抜け落ちてしまったんかもしれんけど、少ないなというところとかもなんか 変で面白いなと、眉毛の生え方なんか面白いし、髪の毛のねピチッとした感じ、もうこれはもう本当髪の毛と洋服、もうちょっとその辺までなんか愛を持って、もう愛って大事なんですよね、本当大丈夫ですか、愛を持って描いてあげたらどうなんかなと思って、少しこう加湿したような、感じですけども、少し
しこう髪の毛とかもね、ちょっとこう曲がってる毛があったりとか、この隙間を描いてみたりとか、洋服とかもうちょっと黒をグリグリグリゴリゴリグリグリグリとかっていう風に置いてみたりとかすると、ちょっと違ってきて、こうそれでももっと上まで行くってなると、また鉛筆以外の素材とかっていうのが必要になってくるかもしれないし、どうしてもこう並べてみた時にはやっぱりこう物質みたいなものは少し弱いかなっていうところはあるんやけど、十分に作品としては非常に面白い作品やなと思います。ね、愛のあるとことないところ、髪の毛にはあまり興味がないみたいな感じに見えたり、洋服なんか全く、型とかもちょっとね、もうなくなってしまってるみたいな、そういうところとか、しっかりと見て書いてあげた方がいいかなと思います。はい、いい作品です、おめでとうございます。次の作品こちらでございます。もうね、勝手に公募展に応募します。すべての命は土に帰り、そこからまた新たな命が生まれる循環をイメージしていますと。ひなさんですね、 ありがとうございます。いつもスウェーデン、リターントゥーゼアースということで、土に帰る布彫り A さん、ベニアジェスト、グレインジェルメディウム、ジェルメディウムアクリル、アクリル絵の具ですね。まあ、土のこうイメージでこう描いて、土とこう人をイメージさせて、こう同化させて描いていくみたいな感じで描いて、誰がいたかな、タピエスか、スペインの絵描きさん、まあ、こういうふうに具象ではないですけど、そういったこうなんかコンセプトで、作品を作られているのかな、すみません、ちょっと明確には知る、かっこいい絵描きさんです、タピエスってね、そういう感じで、まあ、ちょっともっと僕は寄せてっても、もっと土のこうマチエルみたいなものとかをしっかりとこう作って、そこにこう描いていくとかしてもよかったのかなと、もう本当にギリギリのところで人が見えるぐらいのところでいいのかなと、ちょっと解説するのは難しかったんですけど、ギリギリのところで見えてくるみたいな、あ、これも加湿した状態でした、すみません、全部してあった状態な、こう加湿してみたら、もうギリギリ見えるか見えんかみたいなところを探りながら書いていかれててもよかったのかなというふうに思います。はい、おめでとうございます。よいしょ、全部そうなってるかもしれないな。あ、大丈夫やな、これな。次の作品こちらです。これちょっとお名前がこう、件名の方に書いてあったんで、もう読んでも大丈夫だと思うんで、西崎さんですね。砦のじいさんということで、自画像、板にジェッソ85、よろしくお願いいたしますということで。いや、あ、こんな感じやったなと思ってですね、非常に、力作ですよ。色良くなりましたね。人の肌の色めっちゃ良くなりましたね。この1年間のね、もうお孫さん禁止令を出されてね、もう地獄のような日々を、お孫さんばっかり送ってくる方やったんですよ。僕もこっちももう見飽きたわっていう感じやったんで、ちょっといろいろ試されたらということで、いろんなこと試してきてるのがすごくこう結実してきてるような感じはすいますよ。まあ、写真の撮り方ね、そんなんちょっとこう工夫されはったらいいだけの話なんで、写真をですね、僕が加湿した状態だったのかな、これ加湿した状態、写真をこうね、多分光ってるやろっていうとこ抑えました。やっぱ写真の撮り方一つとか、あとはこのテラテラっとした感じの服、テラテラっとしてる服あるじゃないですか。これもなんかこうもっとテラテラとさせつつも、なんか人の肌が服に映ってるようなところがもしかしてあるかもしれないので、人の肌とかが少し赤みを感じるようなとことか、そんなとこあったらぜひぜひこう、丁寧に描いていってね、またその上にこう行こうと思うと、単なる自画像だけではこう厳しかったりすると思うので、ぜひぜひ上位の作品とかから何かヒントを得られたらええかなというふうに思います。今年は良さそうというか楽しみですよね。若手がいっぱい。ね。もう今年はもう3位になればええかな。すみません。じいさんということでですね。一番初めの方は、西の方のチームでしょうけど、この方は多分、東の方のチーム。ユニフォームのあれかっこいいですね。ティファニーがデザインしたんでしょ？本当に。今から1時間野球の話していいです。ダメですか？ティファニーがデザインした T、東京ジャイアンツ、すみません、ニューヨークヤンキースのロゴもね、ティファニー。次の作品でございます。何の話、これ、いやー、いい作品ですね。これは加湿してないね。黄昏の大工さんですね。F45 水彩、透明水彩、水彩色鉛筆、アクリル、タミヤアクリル絵の具を初めて出品しますと。ほんまベタな絵ですが、全然ベタちゃいますよ。恥をかくのを承知で、怖い、
皆さんも恥をかきましょう。でもやっぱ僕こうね、いいとこいっぱいあって悪いところを凌駕してきている作品って、ここの入選上手じゃなくてもそういうのが凌駕上上回ってきた時に、あのだからいいとこを確認するっていうあのためにも他の人との比較とかっていうのもできるので、もう本当にこう多分寸前で辞めた人結構俺今回いたと思ってるんですよ顔とか難しい。次はね、第3キーワードは部ですからね、ほんまベタな絵ですが恥をかくの所持で出しました。家が小さいながら工務店をしていたので、長男だった私は父親に強制的に大工になれと教育され、初めは大工しなかったんですが今は大工。大工さんの耳には必ず鉛筆、あ、やってありますよね、こうやってね、刺してますということで、あ、鉛筆、これ鉛筆か、あ、これ鉛筆か、そういうことか、これは鉛筆ということですね、こちらの方鉛筆ということなんですけども、あの本当にこうもう今伸び盛りでもう形も良くなってきていますので、でも大工さんって本当にもうノコギリとかで実際切ったりするんでしょ、ウィーンとかやるんでしょ、ね、うちも完全に木造のあれなんですけど、すごいほぼ一人で作ってはったから、すげえな大工って言って本気で思いましたよ。こう本当にこうなんか木のね、あれせね、僕らが机とか作るとなんかぐちゃぐちゃになりますけど、すげえなと思いますもんね。なんか本当にこう長いストロークとか長い面とかで大きい面とかっていうのをこうかけてきたり、人間のこうね骨格の中みたいなのをちょっと意識して、加湿とかができるようになってくれば、あ、少しそういったことでね、ちょっとこう加湿してみましたけど、あの陰影とかね、つけていけたりするともっとこう良くなっていくと思いますので、ちょっとこうペタンとしてて、まあ、この絵に関してはちょっと立体を出していく方向の方がいいのかなと、黄昏の大工さん的にはこれからのことを考えるとそちらの方がいいのかなというふうに思ったりします。何度もこう出されてたりとかするとやっぱりその人の課題とかも見えてきますのでね、よかったら勝手にこうボテンだけじゃなくてね、鬼高評価も出されて、はい、こちらの方です。川戸さんもいつも出されている方ですね。自画像しなべに 41×30cm ということで、このサイズが全然覚えれないですね。6号ということですね。20代の頃スキーで転倒し、9針塗った後、どこ？どこ？あ、これか。あ、それ気づかんかった。ですと、シャツの襟の再現は今一つかな、ここ。シミとシワは通販のクリームで消しましただそうです。書く前に写真撮って消したんですか？なかなか本当に良くなってきましたね。人物画自体もほとんど見たこと、いつも風景を出されている方なので、人物画自体はほとんど初めてかもしれません。いや、なかなかこうよく描かれているなと。あとはなんかこうパッと見てもあからさまに分かるぐらいの絵の具の質感みたいなのとか、背景なんかもちょっとこれだけじゃ寂しいかもしれないなっていうところありますので、なんかこうそういうところまで絵の具のこう本当にこうもうしつこく言ってますけど、の物質感みたいなのを結構、まあ、これから僕はなんとなくこうそういうこう本当にこうリアルなっていう、まあ、リアルっていうのは写実画とかじゃなくね、世の中のね、こう手で触ってあるリアル、要はこうタブレット上でとかですね、写真でとかじゃなくて、そのもの物質そのものみたいなものをどういうふうにこう扱えるかっていうところに、今まではもしかして写真のごとく、ね、描けたらすごいねみたいなところあったかもしれないけど、もうめちゃくちゃそんないるじゃないですか。もうやり方僕も全部バラしたわけじゃないですか。写真転写してますとかね、そんなこと全部バラしてったら、ね、皆さんできるようになってきて、でもそこからはじゃあ、あたかも立体があるような感じとか、あたかも ここに壁が本当に物質としてあるような感じとかっていうふうなことができるようになっていかんといかんのちゃうかなというふうに思ったりとかします。そんな意味でちょっとだけ、ほんの少しですけど、光をもうちょっとこう当て、もう僕今ちょっと朝ね、今4時15分なんですけど、顔洗ったからテッカテカですもんね。はい、テッカテカの状態でやっております。テカテカ放送でございます。少しですね、こういうところとかもなんか絵の具の質感みたいなのが少しこう感じられてきたらもっとかっこいいのになと思ったりします。次の作品こちらでございます。横浜の M さん、ありがとうございます。2024年3月、もうすぐ75歳、うちの袋の1
個上かな、うち670今年4になるもんな。水彩よーしゃべる、うちの袋横浜の M さんもねおしとやかな。水彩ウィンザー&ニュートン、キャンソン、ケント、細目1ミリと B4、切り口を変えた作画動画、絶え間ないご努力。いや思いついたことやってるだけですよ。自画像を描くにあたって、現実の自分に向き合うと決めました。写真ではなく、スタンド鏡で毎日1枚を1週間描き続けました。1枚として同じに描けません。結果左の手のひらに顎の骨を乗せて鏡にマジックで印をつけて顔の傾き目線を整えてスタートしました。右目を開けて左側をちょっと長くなってきたんですね、すみません1分半ということで、本当にこうコツコツとやって、努力して、少しずつこう力をつけていっているなというふうに思います。もうちょっとなんかこう省略できるとこ省略できたらいいですよね。ちょっと書きすぎなぐらい書きすぎているので、省略というか静かに見えるところっていうのがあったりすると思うんですけども、静かに見えたり立体、髪の毛なんかもうちょっと立体感とか出てきたりとかするといいかなというふうに思ったりとかしますけど、ちょっとそういうところを注目こう注意して、背景なんかもなんかね、もうちょっとこう同じ青がベターっとじゃなく、ちょっとこうね、影が落ちているとか、こういうところとかになんか影とぶつかりがもうちょっと静かにこう見えているようなところとかっていうのを加筆してみたりとかしました。そういうところとかこう強調と省略みたいなことがちょっと次のテーマになってくるんじゃないでしょうか。はい、次のおめでとうございます、次の作品でございます。こちらの作品でございます。すいませんね、こうページを飛ぶと時間かかるから、もう一枚にまとめてるんで、一枚にまとめるとこの文字がこういう風にちょっとね、荒くなってしまいますけど、勝手に公募展示画像に応募しますと。シャンプーを流す自画像、オイルパステル、色鉛筆、キャンソン、A3、ミ、タントタッチっていうの、350g、三流ナムさん。毎日少しでも制作できる時間と向き合います。思うようにいかず、どう進めていいか悩み、そんな時に紙をかきむしる、大げさですね、ような気持ちです。思いのほかよくできた時には汚れをさーっと洗い流すような感じで、全く息つゆの毎日です。そんな自分をシャンプーを流す姿で表そうと思いました。見苦しいモチーフで失礼しますと。少しでも他にない構図題材をと考えたのですが、お許しくださいということで、使った紙はざらつきが硬く強く難しかったですということで、この間ね、こうある公募展とかで入選されたということで画像見させてもらいましたけど、先ほど言った話と僕同じなんですけど、本当絵の具の物質感ということに対して、どれだけこう、それぞれがアプローチできていくかっていうことが、次の絵画のある一つのキーワードになってくるっていうふうに、もうアートフェア東京じゃなくて、行けなかったんですけど、福岡で、最近のなんか絵を、久しぶりにも見ましたけど、予想通りかなと思って、そういう感じの絵が多かったなっていうか、そういうアプローチをして、仕方をしている作家さんっていうのがだいぶ昔より増えたなっていうふうに思って見ました。で今回もその公募出してたりも、あのぐらいだろうなという感じなんで、次の上を目指していくとなってくると、なんか一つ自分のこだわりみたいなの強く持たんと、どっちかというとこっちの方が面白いかもしれない、構図とかもこっちの方が可能性あるんちゃうかなと。ダメでもね、なんかこう本当にこう品のいい感じばっかりで思んないなと思いまして、ちらっと写真見ただけですよ、LINE でねなんかね、もうちょっと人間ってもうちょっとこう汚い部分もあるし、なんかもう世の中ってもっとあるんやけど、なんか相変わらず小綺麗な雰囲気やなっていう風に思ってしまったんですけど、毒を今吐きました。ポイズンベ、少しこういうのも前後関係もうちょっと出されて、それでも後ろにこう見えるような状態みたいな感じで、わかりますよね、書いてあげてもいいかなと。こういうのもしっかり前後関係とかを強調するとこ強調してあげてっていう、回に出してた絵とかもなんかベターっとしてたんで、そういうこう強調するとこ強調してあげたりとかもうちょっとしてもいいかなと思います。次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。これもね、素敵な。キザンさんですね。ドンブロス
麻布袋に実装、油絵の具、目地が粗くて下地が裏に抜け、実装も厚塗りしましたが目地がどうしても出てしまいました。15号自画像の公募に、応募を見て何年か前に描いたのを現在の自分の鏡を見ながら描き直しました。80過ぎの老人です、久しぶりの自分の顔をまじまじ見ました。いつも先生の動画参考にしていますと。絵を描くのが生きがいいですね。なんか結構そういう方なんかね、そういうコメントもらえると嬉しいですね。もう150歳時代ですか、あと70年ありますからね。どうなってますかね。もう空飛べてますかね。あの本当空飛ぶタケコプターできてますかね。今度のあの大阪万博空飛ぶ車できるんでしょ。僕乗りに行きますけどね。はい、これなんかこう本当モネとかこう意識して、もう目の影なんか、目のこうつばの影なんかもシルエットにしてしまってもええかなと。まあ80歳でどうかわからん、もうちょっと肩とかももう一回り大きくてもええのかな。ちょっとこう華奢すぎるかな、わからないですよ。実際もめっちゃ俺は華奢なんじゃいって言われたらもうそれまでなんですけど、ちょっともうこれぐらいのこうシルエットにして、なんかモネのですね、そういった絵とかもあるんで、あんまりこう目とかの黒目とかですね、この辺とかっていうのはもう少し抑えてあげて、でもちょっと肩とかも広げてあげてもいいかな。ただすごい色彩とかも綺麗なんで、ここは自信を持ってですね、やられてもいいかなと思います。よいしょ、はい、頑張ってください。次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。あ、同じようにかゆいかゆいが出てきました。68歳男性かな、アクリルナイフのみ描写、ホワイトワットソン A4、企画には出品させていただいてます。いつも楽しみします。自画像は1年前から体全体が猛烈なかゆみに、あ、そうなんですね、髪の毛はボサボサ、皮膚科に行かれたらどうですか、顔は赤くボロボロですと。このような表現するのはナイフと思い初めて挑戦しましたが、描き終えて絵の絵を見てあまりの汚さに絶句ですと。でも大胆に色を持ったり、画面で色を、ね、混ぜたりと、いつもと違うタッチで楽しく描くことができ、いい経験になりましたということです。あのすごいね、これね、暑いところとか、暑いところって明るいところとかのすごい微妙な色彩みたいなのすごいいいですよ。黒ちょっと頼りすぎたんじゃないかなと思って、黒にここのところにこう微妙なこうあの色とかがもうちょっと見えてきたりとかすると、黒っていうとこですね、すごい良かったのになというふうに思いました。ちょっとこういう厚塗り系の中ではまた上位に来てるやつはそのあたりがやっぱできてますので、そういったものも参考に少しこう色を入れた状態、黒をね。髪の毛はいいとしても、その他のところみたいなのはもうちょっとこう微妙な色を探りながらされていった方が多分もっとかっこいい絵になるんちゃうかなと思いますので、ちょっとその辺をこう今後注意して、されてみてはどうでしょうか。はい、次の作品でございます。こちらの作品でございます。デッサンということで、10年後の、ちょっとお名前がこう、メールの本文にもなかったので、件名すみません。読まん方がいいのかわからないので、読まないですけど、鉛筆が F6 ホワイトワットさん。10年後の自分を描いてみましたと。まあ、鉛筆デッサンとかになってくると、本当にかなりこう、もう、で、線画よりはやっぱりお上手やなと、一番初めの方もそうですね、TH って書いてあった方もそうですけども、お上手やなと思うんですけど、でもあんまり迫力がないというか、もっと迫力のある鉛筆デッサンを目指していかないと、こういう公募展とかで鉛筆単体で行くとなると、厳しいかなと思います。そのあたりのこと、ちょっとですね、僕やったらこれぐらいは最低ラインで、これでもまだ厳しいと思います。これぐらい書いても立体とかもっと強くしても、要は、これだけでこう、形態感としては弱いんですよね。わかります？重さみたいなものとかっていうのはあんま感じなくて、そういう重さみたいなものとかを感じさせていくっていうことを考えていくと、これぐらいの最低限明暗とか必要かなとか、黒という素材みたいなもののなんか美しさみたいなのをこうどういうふうに追求していかんといかんかなとかっていうことを考えていくとどうかなと。もうこれ最低これぐらい、それでも多分もっと上にはいかんかなと思いますよ。ずっと多分ね、実際の本物とかを置いて展示とか審査するとよりそれは顕著に出ます。透明水彩だけとか鉛筆だけとかになってきたら、やっぱり相当いかんと、相当
それでやられるって方は全然そこを覚悟の上でやられてみてください。次の作品に行きます。こちらの作品です。船橋の恵子さん、あ、船橋の恵子さんですね。音楽ジェスト、モデリングペース F4 キャンバス。私は音楽を仕事にしていますが、自分が音楽に溶け込んで亡くなってしまうような状態の絵にしてみました。亡くなってしまうと、というと、どこかマイナスなイメージがあるかもしれないですが、感情に流されず自分をなくして今ある音に耳を澄ますということにも努力が必要だと思います。頭は空に溶け込んで、火のように丸さを残し、両肩から現れる木々は、音階を表しました。銅は大地のように喉の奥には生命感が湧くようにしました。これが私の音楽に対する目標です。だそうです。いや、これもなかなか面白い、シュールレアリズムと呼ばれるようなジャンルの作品かなと思います。非常に面白いいい作品やなと。もう本当にこれはなんか一つ一つのクオリティみたいなのを上げていくっていうことだけじゃないかなと思います。構図とかも全然いいし、狙い方もいいし、またじゃあどういうことなのって言ったら、例えば後ろの空のグラデーションすげえ綺麗に描けるとか、もうね、ルネ・マグリットっていう絵描きさんいますけども、本当にこう木とかのこう描き方をどうするとかね、そういったことにどこまでこう執着をしていって、そしてやっぱり音楽ということで耳が大事なのかね、耳のこう描写なんていうのも、もっともっとあんま画質とかこれはできなかったですけど、クオリティを上げていく、まあ、意味ないかなと思ってやった後ですね、クオリティを上げていくみたいなことをに、力をぜひぜひ、入れていかれてみてはどうでしょうか。はい、次の作品です。シュールレアリズムというやつですね。おめでとうございます。こちらの作品です。はい、こちらの作品です。赤秀俊成さん、ウィザールハさんですね。若き日の自画像という字、我の方ですね。B さん、オリオンアクリルデネブ、細め 25mm× 厚、アクリル絵の具、色鉛筆、背景にエアブラシ。20代の悶々とした当時の記録をたどり、その時の心情を描いてみました。写真はいつものように自分で撮影した写真をもとに描いてますということでございます。ね、髪の毛がふさふさとありますよね。今ないとか言ってないですよ。この20代のことあるということなんですけども、もうこれも本当にこう写真をされているということで、なんか僕も昔大学生の時一回アイシスでこう現像とか、今あんなんやらないでしょうね、多分ね。やったりとか、うちの親父がなんか風呂場を真っ暗にして暗室にしてなんかやったりしてたなと思って、なんかそんなイメージなのかなというふうに思って、そしてこの防護こうマスクみたいなのとかも、もうこれも本当にもうシンプルに、あとはクオリティひたすら上げていきはらないといけない絵なんかなと思って、まだまだこう本当にこう、これはどっちかというと写真フォトリアリズムみたいな方向に行った方がいいんでしょうけど、もっともっとこうクオリティを上げていってほしいなと。アイデアとかもすごい面白い。もう全然この辺はもう加湿できなくて困ったなと思ったんですけど、やっぱりもうある程度皆さんね、あとはもう本当に最後のこうクオリティをぐーっと上げても人が、あーっていうぐらいまでなっていくっていうことを目指していくことにもう尽きるかなっていうふうに思います。非常にアイデアも本当面白いのし、ぜひぜひお仕事が、どんなことでもやるんですか？写真関係やったら。なんかね、よくこう、また毒を吐くんですけど、二十歳ぐらいの時にこうね、皆さんをこうお着物を着て、ポートレートとか撮りますけど、ね、23でも25でも40でも80でもね、160歳でも350歳でも、石垣島とかに450歳の仙人いるんですけど、そういうののポートレートとかプロに撮ってもうたら全然違いますよ。もうそれはもう当然ですけど、僕もある程度のレベルでは撮れますけど、また本当に写真のお仕事にされて、すみません、赤梨さんにお仕事が、関西近郊の方かな、一回そういうのね、自分の作品のためにもちょっと写真教えてくださいとか、受講料取りはったらダメなんですか、すみません、ダメだったらコメント欄にちゃんと言っててください。はい、ぜひぜひやったらぜひぜひって言ってください。次の作品こちらです。あ、ゆうすけさん、あちらからこちらを覗き込むおっさんということで、 F35 キャンバス。
学術的に言うと35歳から確かおっさんという括りになるんですよね。もう僕はじじいについに入りました。小木澤先生こんばんはと、いつも新しい気づきのある動画ありがとうございます。前回のお題でフライング自画像を描いてしまった証のおっさんです。今回は別のアプローチで制作しました。絵画という平面の世界と現実の世界を間をうろうろしているおっさんがこちらを見ています。平面の世界を表現するために漫画のような描きにしました。あ、そうなんや。僕これあれかなと、もう文章読んでなかったんで今読んだんですけど、あれエゴンシーレかなと思ったんですけど違ったんですか。シーレなんかな。で僕はなんかこの吹き出しとかこのいつも出てくるキャラクターこれいるのかなぁ思って、あ、サインいいですね。これぐらいでいいと思いますよ、サインってね。これなんかいるのかなっていうか、もうどうしても書きたいのかもしれないけど、そこのとこがもうなんか僕はキャラクターとか、もうちょっとこう消し、邪魔やなと思って、吹き出しもなんかやっぱりこう、でも今のコンセプト聞いてるとわからんでもないけど、なんかあまりにもそこは強いので、でもっとこう外側からこう輪郭とかのところとかをね、なんかこう緊張感を持って決めるところギューッと緊張感を持って決めて、それによって髪の毛が外側からこう決まってくるみたいなところがあってもおもろいかなと思いました。まあ、そういったところかなと。でもこのキャラクターのところにポンと目いてここで止まってしまうんで、どうしても描きたいですか。僕はいらんような気がするんだけどな。私だったらもうほんと完全にもう消したいなっていう、もう本当にもうごめんさよなら、ゆっくりまたいつかのもうね、キャラクターくんトリピーくんね、もうごめんね、もうおっちゃんもう君はもうあれやわ、ごめんなっていう感じで、下半身だけ消しときました、トリピーくん。僕はもうこういらんのちゃうかなと。で、なんかこう、ちょっとモンドリアン的にもしかして、あんまりこう長いことやったらね、あれです。他の皆さんにあれですけども、ちょっと青とか入れて、あと黄色かなんかどっかにヒューとこう入れたりとかして、なんかモンドリアン的な平面の世界みたいなのの方が、なんか、どうなんかなと。好みの問題もあると思います。次の作品いきたいと思います。こちらでございます。ね、KD さんロンドン在住自画像キャンバス、結構大きいですね。50、60アクリル絵の具。1991年から2023年の間、パスポート、運転免許証、ビザなどの顔写真7枚をデジタル上で重ね合わせ、32年間の軌跡を1枚の絵に描きました。あ、そうなんや。この32年間の間に髪のボリュームはどんどん薄くなってきたのとは逆に、顎のラインは外側に張り出していきました。しかし、目、鼻、口の各パーツはほとんどぴったりと重なったのには不思議でした。あ、そうなんですか。あ、で僕もブー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 チで垂れてってるなと思いますけど。そういうコンセプトやったら全然伝わらなかった。ごめんなさい、今読んで初めて知りました。ああ、そういうコンセプト面白いな。これいりますかね、これ。なんかこれがどうしてももう強くて画面の中で一番強いから。まあ入れるにしてもなんかね、こう、少しこれぐらいこう押さえたって反対側にもあるとか、せんと持たんのちゃうかなっていうふうに思って、こうちょっとこう反対側の方にもちょっと入れてみたりとかしました。今のコンセプトでいくと特にここまで白い必要なんか全然ないんちゃうかなっていうふうに思います。面白いですね。今の取り組み読んで見ると、またよりこの絵って面白くなってきますね。非常にそれはこうなんかコメントとか読んでマイナスになること結構あるんですよ。そんな書かんかったやのにとか思ったり。だから興ざめしちゃうことって結構あるんですよね。でもこう逆に、これを読んでより面白くなったからこそよりこの上の白さみたいなのは必要なかったんちゃうかなという偶然もつけたくなる気持ちはわからんでもないので、つけるとしたらこれぐらいの感じでも十分なんちゃうかなというふうに思います。はい。次の作品に行きたいと思います。おめでとうございます。こちらの作品です。ミッキーさん、自画像 F45、アバロン中目、300g 透明水彩絵の具。主に人物や動物の肖像画を中心に描いています。写実ではありますが、普段から水彩画らしい絵になるよう描いています。優しい雰囲気に描いてみましたが、普段と違い少し、重ね塗りしすぎました。自分を見つめる自分を描くのは変な気持ちですね、と。目線を逸らした方が良かったかもしれません、ということで。こういうのがいらん文、最後の文章、いらん文章だと僕なんか思ってしまうんですよ。こういう文章書くと、あ、そうなんやっていうふうに思ってしもって、なんかね、
こういう一言をこう書いてしまう人ってなんかこうこんなね、あの結果全ての世界でもうすごく上手やし、あ、いい作品やなと思ったんですけど、なんかこうこれはさっき読んだんですけど、初めての方かな、僕やったんで読んだんですけど、そうなると僕の、まあ、悪いね、あの性格がとにかく悪いから、あ、じゃあちょっとねこう目をなんか反らしてみよう、反らしてみようとかですね、反らしてみようとか皆さんね、こっち見たりこっち見たりそんなんで遊んでもう終わってしまうなとか、こっち見たりこっち、いやでも透明水彩自体はもう本当にもうセミプロプロに入って息あるんやろうけど、あのまあインスタグラムのこうあの URL あってチラッとだけ見ましたけど、まあちょっと肖像権的なあのあれだけ著作権だけ気をつけてくださいね。なんかこうある程度上手くなってきて多分仕事も気あるやろうけど、やっかみとかね出てきたりして、これどうなんやとか言うてくる人って世の中いますからね、気をつけ、ちょ目を変えてみたり、こう僕なんかこのサインなんかこんなにあのうるさく書きたくない人なんでこんななんか俺の絵やとかなんかね、はい、チラ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 と、静かにこれぐらいで十分なんちゃうかなと思います。あのすごく上手ですけど、まあ、絵画性とかね作品性みたいな何かの主張みたいなのはあまりない作品かなって。写実っていうとなんか写真を写すとかじゃなくて、まあ、そこのプラスアルファの本当にこう部分とかっていうのが必要になってくるかなと、クルベとかのね考え方とか、ぜひぜひ少しこう勉強されてみたらどうかなと。技術的には上手な方や 目がちらちらちら面白いなと思います。ぜひぜひ勉強してみてください。次の作品こちらでございます。自画像と、ケンジさん64歳、A4 ケント紙、ペン、鉛筆、数年前の写真をもとに描きました。下書きは鉛筆で、仕上げはペンで描きました。ペンは年末の大掃除の際に出てきたもので、ほぼ全てが景品や反則品などでいただいたペンですと。ケント紙以外はコストゼロの作品ですと。お金をかけなくてもアート作品は作れるということを示したくてチャレンジしました。よろしくお願いいたします。もちろんそれは作れると思いますよ。これも僕イラン文書書いてきたなと思って。最後のこういうのいるのかなと思ってですね、なんかこうこれに対してなんかこう、まあ例えば基本的には何でもいいとは思うんですけど、あのペンとかもやっぱりこうあのちゃんとこう保存とかを考えて、染料系のやつとかで書いてたりすると本当にもう5年もすると全部落ちちゃいますからね。何でもええわって書いてって、もうやっぱり、それをじゃあ欲しいっていう人が現れて、もらってもうたりとかした時に、ね、何年後かに全部なくなったとかなったら大ごとになりますので、そういったことはちょっと注意されてみてくださいね。なんかもうちょっとこうラフに書いていくっていうか、あんまりこうなんかこれもやっぱ写真をこう上手に写せていく、まあ、こう縦横だけで書いていったんでしょうけど、あ、そういうの面白いなとは思ったんですけど、もうちょっとこうラフに書いていくような雰囲気みたいなのがあってもいいのかなと、こう無駄なというか、無駄というか、なんか書いてみたいんですけど、ようわからんわと思って、ちょっとなんかこうあまりにもこうね輪郭をある程度カチッと決めて、それでこうあのコントラストを強めの写真にして、なんかそれをやっていったっていうだけじゃ厳しいかなと思います。まあある程度やっぱここまではいくと思いますので、次の展開みたいなのに少しこうなんかラフな、なんかところみたいなのが入ってきても面白いのかなと思って、ちゃ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 と手入れてみたら次第です。でもやっぱりもうここまで来るということですのでね、はい、次の作品です。こちらです、今日のハンナリコさん、自画像光の中の私ということで、ある種230×310 透明水彩、鏡の光の加減に挑戦しました。窓からの光とムーンライト、鏡の反射光など光の方向で混乱しながら描き上げました。透明水彩の淡い雰囲気に溶け込む自分を表現しました。よろしくお願いいたしますということで、いや、これも本当にどないでっか、京都はどないで寒ございますか、ね、本当においでやしておくれやしておいでやしって皆さん挨拶で言うんですよね。おいでやしておくれやしておいでやし、こちらの作品ですけど、本当は最後ね、ここやろうな、ここのところのこうやっぱりこう仕事みたいなのが
もうこの辺りの緊張が、例えば手なんかもうこれやっぱりこうスマートフォンこう持って鏡をやってこうやって撮ってるはるんでしょ多分ね、でやっぱり手なんかも異常にちっちゃくなってたりとかするし、まあここはちょっと過失で直せないけど、もうちょっとねここのなんか目のところとかに赤いのが入ってたりとか、もうここのなんかこう逆光感みたいなとか、ここの仕事をやっぱり最後こうギュギュッとこう集中的に、私やったらやっていく、私やったらここのところに慎重に慎重に、丁寧に慎重に、そしてこうね前後みたいなものも見せながらっていう風にやっていくかなと思います。それでもやっぱりもっと上の方ってなるとちょっとこう弱いところ弱いかなという風に思いますけどね。でこの辺だけを書いてみた次第です。次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。うい記事、自画像、記事、卒寿、笠寿、70歳かな、ごめんなさい、25円の画用紙、四つ切り。なんでこういうこと書くんですかね。どうでもいいんですけど、四つ切り、別に高いからいいとか、安いから悪いとかっていうことはないんですけど、ね、皆さん、長いことを持たず、それを使うという必然をちゃんとやっぱ皆さんね、あれば何でもいいんですけどね。厚口 380×540 アクリル、朝4時40分ですけど、段ボール、土指の教えに年金、者励まされました。ということ、段ボール土指の教えに年金者励まされました。独学のうぬんかぬん、ちょっとこの下にちょっとお名前と住所書いてあったんで、電話番号まで書いてあったんで、すいません、ここでカットさせてもらいました。多分ダメやろうなと思ったんで、ここにね、インターネットに載るのは。ね、ペンネームか、本名でも OK っていう人はもちろんあれけど、住所と電話番号まで書いてあったから、ここで切らせてもらいました。いや、パッと見たときおもろいなと、ええ作品やなと思いました。顔のところで書き込んでるのと体で書き込んでる書き方ってちょっと違うじゃないですか。顔は全然違うこう色を使っていってるのと、体の方っていうのはある程度の固有の色みたいなのを生かして書いていってると、まあ、どっちにするのか僕はもう個人的には顔の方で突き進んだがおもろいかなと思いますけどね。ちょっとこうキアロスクーロって言ってこう明暗法ですよね。明暗法みたいなものをちょっとこう意識しすぎているかなと思いますので、もっと色彩やったら色彩に徹底的にいかれてもいいのかなというふうに思ったりとかしながら見ています。もうこれぐらいっていいんじゃない、ぶっ飛んでいいんじゃないかなと思って顔の色を抽出して他のところにも持っていってっていうふうにしました。うわ、人の心の勢いみたいなのがジャーッとこうね、この年金生活者のこのあれをね、聞けという感じでですね、おい政府聞いてるかと、わからないですけど、まあこれぐらいこう明暗法に寄りすぎずにっていうことですね、でもいいのかなと思います。もうそうなってくるとかなり上位にまた食い込んでくるんじゃないか、どっちにつかずになってしまうというのが一番良くないかなと思います。はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。マボさんですね。アイレッサイトイヤレス、ヒアリング、目が見えないのに見える、耳を塞いでも聞こえる、幻覚か、キャンバス F45、ジェスト、ボールペン、黒。作品への思い。これは、油彩数ヶ月目の作品で、ギャラリーに持ち込んだ時に頭一つ抜けてると好評いただいた。あ、僕もなんか素敵な作品やなと思いますよ。今のギャラリーとの接点になった重要な作品です。また幻覚を伴う持病の関係から幻覚体験をしていた当時のことを思い出して、油彩に落とし込んだという自画像としての含みも合わせて今回の応募に、抜擢した作品ですと。逸材ですと。こういうのもいらん言葉かなと。なんか、もうこれはええやろというふうに言われてもね、そんな知らんわって言うと、いや、ほんといい作品やなと思いましたよ。なかなかこう、書けたもんじゃないなと思うし、マボさんの本当にこう、オリジナルリティあるすごい力強い作品やなと思います。これも下地になんかこうね、白いの塗ってやって、じゃあ何一番ちゃうねんって言うとね、ちょっと何とも言えないですけどね。まあ、もっとはっちゃけていいかなと思ってぐちゃぐちゃっとやってみたりしたぐらいですけど、なんかこう本当にマボさんっていうあれでマーボーさんかな、
もうもっとこうなんか聞こえたもの画面全面にもうはみ出るぐらいまでうわーっとこう行ってもうてもええかなと思って、少し、マーボさんの気持ちになったつもりではみ出してってダーッと書いてみました。そういったところを大事に上手に書くというタイプではないので、そういったところも画面からもはみ出ていって大きな作品にどんどんつながっていってみたいな感じの気持ちで制作をされてみてください。はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品でございます。北海道のチコちゃん、瞳の中の自画像、上いるいるいたいたいましたよ。ね、前回の仙台編の方でも自画像、目の中の自画像みたいなの言いましたけど、しなべにアクリル、油彩15、今年の正月に遊びに来た息子の愛犬はマガ、野良黒ですかね、モデルになった、あ、ボストンテリアという犬種だ、何やろうなと思った、ボストンテリア、大きい図体、おとなしいけど甘えに来たら重たい、可愛いクリクリお目目の中に私が映っている、まともに描くと気恥ずかしいのでちょっとひねってみる、いや、こういうひねり方僕すごくいいなと思いました。背景の緑がなんかこうあまりにも大きすぎるかな。もっとこう人物、あのワンコロチームも本当にこう拡大して書いてあげたり、もう背景なんかも緑っていう、あの上手くなりましたね技術レベルが上がってます、すごく。あの非常にそれはそれでまたね、表現したいことがうまくこう伝えれると思いますので、まあ、背景とかも僕やったらもうこの辺でジャーンと切ってしまって、ジャーンと切ってしまうかなと思ったり、背景なんかももう全然違う色にするにあたって徹底的に違う色にしてあるかなというふうに思ったりしました。ちょっと私やったらこれこうしますシリーズですよ。もうこれぐらいかなとこれぐらいかなと、でこれで赤と緑と黄、あの白でイタリアみたいな感じにしてしまうかなと。それでちょっとこう目の方によりこう目が行きやすく、もうもちろんすぐ行くんですけど、ちょっとこの緑のベターっとした感じが、あ、もういいんですよ。赤でも、あの金色でも何でもいいですよ、ね、でちょっとこうワンコロチーも少しこうウェーっとまた描いてあげてもいいかなというふうに思って、こんなふうに私やったらシリーズ、これぐらいにしたりいますよと。いいんですよ、徹底的な嘘はもう徹底的につけばいい。皆さんもう本当に赤の背景だったとか、あの9歳の子見てる、あの徹底的に嘘ついていいやって、おっちゃんね、ここになんかね、あのね、あのビンバンバンビンバンバンみたいな、ちょっと著作権とか引っかかるかもしれませんけど、9歳の子にやいやいやいのやいの言うてくる人がいたらね、ほんのこの国も終わりますのでね。はい、お疲れ様でした。こちらの作品です。次の作品こちらでございます。えいやーって、和田は霊品になるということで、霊品というね、ロシアの絵描きさんですね。15M、キャンバス、自画像を描くことには躊躇はありましたが、いざ始めてみるとノリノリで一発自撮りをしてこんなしました。結構ね、こうシャイボーイなんですけどね、菅沼さんは。よろしくお願いします。過去には何の時ですか、一等賞取られてますけどね。まあ、この辺りかなというところでございます。まあ、こう形の方向性に対してこう方向先詰まり病という病気も実はあるんですよ。でこれも若干これね、あの形そいそい病に近いんです、僕から見ると。こう洋服なんかも形そいそい病というね、病気が、方向先行き詰まり病と形そいそい病にちょっと見えてしまうと。もちろんこういうこうなんかムーブマンでね、ビューとなってシューとなってるみたいなのは漫画とかのなんかこうね、やっぱり影響なのか、あんまりこう絵画的にはあんまりないのかな、あるのかななんかそういうこう刷り込まれたものってあるじゃないですか。さっきのこう吹き出しなんかにしても、もう漫画の中のあれを、まあでも自分のなんかそういうこうオリジナルの何かを見つけれた方が僕は強いと思う。自分あの絵画の、自分の絵画の中のオリジナルの躍動感みたいなのを見つけれた方が私は強いんちゃうかなというふうに思ったり、それを探すのが大変、もちろん大変なんですけど、もともとあるイメージっていうのに乗っかっていくというよりは、でもちょっとその形そいそい病とかを若干ほんの少しですけど洋服とかね見たら、和田は霊品になると。
で、和田は霊品になる、これはあの村方志向のね、和田はゴッホになるっていうね有名な言葉ありますけど、訓練し訓練し、もう分厚い胸に訓練して木彫してるやつがめっちゃ面白いですよ。映像あるし、クイーってやってね、あの映像多分 NHK のあの映像とか DVD であるんやけど、すっごい高い金で買うたけど、誰かあげたいぐらいなそういうこう巨匠さんのあのいっぱい NHK があのやってた DVD をちゃんと正規のとこで買った、2万ぐらいした現金自分で買うたんですよ。はい、そういうのあるけどね、なんか教育関係の人にあげた方がよっぽどは、そういう DVD 山ほどあるんですよ。カラバッジョの映画とかゴッホの映画とか、はい、そういうところちょっとですね、ちょっと先詰まり病が出てるでしょ、行き先詰まり病、背景なんかもほんの少しだけこれでもあのやってますよ。はい、次の作品おめでとうございます。こちらの作品です。もうね、この辺から僕が遊び出しました。アスカさんですね。生後1ヶ月くらいの私を大切に抱えている母親の写真を参考に描いたものです。もらった愛情、幸せな記憶は自分を支える一番の財産ですね。当時の母親が主役になって自画像というには厳しい。顔しとるやんけこのね、写真的な表現っていうのは悪いことじゃないけど、これこう自体はなんかこう光っているのはなんかこう、あの写真の撮り方ですか、絵を写真撮るとき光ってしまったんですか、なんかこうちょっともったいないなというふうに思ったのと、せっかく今回なんかおもろいの送ってきたから、そういうのも全部こうなんか脈々とつながっているというような感じにしちゃった、よかった。僕やったらそれぐらいのなんかあの ひねるよこういうふうにこういうふうに言ってることわかる、ね、仙台編の方でこんな絵出てきた、これ僕が描いたんですよ、こんな感じで僕が描いたんですけど、こんな絵出てきたでしょ、こうペッペッと、なんか命がつながっているぐらいの感じに浸るとか、そういうことよ、絵なんて、わかる、ね、こういうふうにこういう命がつながっていって、自分の今のお嬢ちゃんか あれが3歳の自画像を描いてあんで見てくださいって送ってきたから、それをここにカパッとはめ込んでみて、1999年生まれなんですね、若いね、25とか99年って25なのか、僕は大学生の時に あの妊娠してる女の子いたわっていうことはこのぐらいか何の話をしてんねんっていうか、あの妊娠してやる女の子いたから、今ちょうどこのぐらいになってんやな、アスカさんぐらいになってね、これぐらいの遊びはどんどんしていく、なんかそういうこうことを覚えていった方が、どっちかというと写実っていう風にいくよりは、少しそれプラスアルファの方がね、まだまだこう潰しも効いていくからね。はい、次の作品です。ちょっと長くなってますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、10枚やった、ちょっとペースダウンしてたね。こちらの作品でございます。新木美京さん64歳、教え子とともに、あ、教えてらっしゃったんですね。ウォーターフォード中目 F85 ホルベン透明水彩、コピック、ステドラー水彩、ラベルシール、ポスターから人生を振り返ってみると、青春真っ盛りの高校生の時にバスケット競技県大会優勝できたことが一番大きな出来事でした。その後の人生でミニバスに関わり、教え子の中に私と同じく県大会で優勝した子供も現れました。今回のテーマ、自画像を描くにあたり、バスケットボールと云々かんぬんということで、そうなんや、これはなんか書いたものを貼っつけたということなんですかね。いろんなものをこう複合的に合わせていってね、こういうこうすごいですね、福岡が初優勝ということで、福岡高校なんですか、福岡高校なんですか、で教えられてらっしゃったんですか。ちょっとすみません、ぐちゃぐちゃとしていきましたけど、バスケットの教えから福岡高校の僕教え子いたな、はあ、結構最近25とかちゃうから、もしかしてね、なんか被ってたりする、あの子身長165歩ぐらいある女の子だったら、まあ、はい、すみません。まあなんかこう本当にこう丁寧に書いてあって、すごい思い入れのある作品やなというふうに思います。まあこう難しいとこなんですけど、絵画のこうね、すごいプライベートなことっていうので、もうそれはそれでいいと思うんですけど、見る側の第三者の立場になったりとかした時に、ちょっとこうあまりにもプライベートすぎると入りにくいところあるじゃないですか。ああそうなんやっていうぐらいで、そこから何かこう私たちが感じ取ってね、
あこういうことなんかなとか、あこう命ってこうかなとか、あこうなんかなとか、なんかそういうふうにこう広がっていける方が理想的なのかなと思って、すごくいい仕事丁寧にされているんですけど、加湿室はできませんでした。何もないなと思って、あのそういうことがもうちょっと入ってくるっていうか、ちょっと難しいですけど、あってもいいのかなと思いました。次の作品こちらです。もうすごい、もう皆さん力作やから、ちょっとね、自画像ということで、偉大な画家に真似て63歳、板パネルに油絵用紙貼り、油絵、作品への思い、自画像をたくさん描いた偉大な画家といえばレンブラント。先生のチャンネルでは勉強のために模写を実践配信、そしてレンブラント晩年63歳同い年の自分、3つを合体させることは一般の公募展ではできない、勝手に公募展ならではと思い、いやいや一般でもできますよ全然、額も実物画像に、あそうなんや、実物のレンブラントの画像にはめ込んでみたいね、面白い、ちょっとレンブラント気分ですが、あのタッチを真似るには難しい、でも勉強になりましたということでございます。あの非常に面白いですね、これ形ソイソイ病出てるの分かります皆さん形ソイソイ病、これここに出てるんです、形ソイソイ病というの、背景も若干形ソイソイ病というの、これ実は出てるんです、これ皆さん気づかないでしょう、こういうの出てるんですよ。でそのあたりとかをちょっと意識して、形ソイソイ病ちょっと直してみたね、どうですか、ちょっと画面が暗すぎるかもしれません。でこの辺というのはやっぱ丁寧にこう形ソイソイ病になってないか、どういろんなタッチ、レンブラントなんか見てみてください、形ソイソイ病になってないですから、ここのこういうあれにこう沿ってないですから、もういろんな角度に絵の具を置いてありますから、ぜひぜひ皆さん見てください、形ソイソイ病とかを少しこう直したという、しっかりとここに骨が上の面にこうあるとかですね、こうあるとか、あこういう角度をどういうふうにこう捉えてっていうのがすごい複雑になってます。もうここもちょっと形ソイソイ病出てます。はい、今日は形ソイソイ病が何人か発病しております、気をつけてくださいね。はい、すごく力作でいいと思いますよ、もうちょっと顔のとこね、はい、次の背景なんかも形ソイソイ病若干こうなくそうとしてるんですよこれね、ちょっと暗すぎて見えんかもしれんけど、はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品です。スマイリヒロミさんですね、カンウということで、青ずみガッシュホワイト、これ何、成長紙っていうの 40×30cm、春の夜、心が甘やかな感情を表現しました、雨はガッシュでスパッタリングしました、墨絵は風景を描くことが多く、青ずみっていうのね、自画像は初めての挑戦ですということで、まあ、非常にこう面白い作品やなというふうに思います。もっとなんかいい名、もうスマイルひろみさん本当に僕ねお会いして、もう素敵なね、今いくつぐらいかな、18歳19歳ぐらいかな、方でスマイル、すごい素敵な笑顔がね、おしとやかにお笑い、おほほほほって笑う方なんですけども、非常に楽しい明るい方、もう本当に名とかね、もう一回こう練習何とかして書いてほしいと思いますよ、こうくじとか、まあ、僕やったらね、どんな風に書くかなって、もうこれぐらいこれぐらい、もうこの辺のこう目とかほっぺたの影とかめっちゃ慎重に書いたら、やっぱり一つの表現手段としてはしっかり成立していて、そういうところはいいなと思うんですけど、もう緊張感よ、この緊張感、ぜひぜひ緊張感を持ってされてみてください。1時間経過いたしました、あとちょっとですみません、もうちょっとお付き合いください。次の作品こちらでございます。台所 にて、ゆずみかんさんですね、 F65 シナペニアコーヒーの袋油彩、作品への思い、最近食の大切さについて考えることがいくつかあり、それを自画像はそれで自画像は食べることに関係ある絵にしようと思いました。粗めの良さを生かして描きすぎたかもしれません、二重画も楽しい企画ありがとうございますということで、これなかなかいい作品やなと思いましたよ。ここのこの緊張感、かぼちゃを切るとき、かぼちゃですもんね、これね、小さい作品やのに、6号ね、これいい作品やなと、すごいこう空間のこう自然さみたいなのも出ていて、で僕はこの粗さに頑張ってこう絵の具が詰まっている感じと、粗さみたいなのとか、こういうのすごいいいと思います。物質感、物質感と言いますけど、絵の具だけじゃなくて、こういうふうに下地のサポートのところの、こういうのを使って描くということも物質感の一つですよね。塗り残ってても良かったですよね。麻布のなんかね、どっかね、塩化ウスティックっていう、ろう画っていうのがあるんですけど、
ど、そういう、こう、朝のに、ニカを引いて描いていく技法なんですけど、そういう、こう、エンカウスティック。はい、わかりました。エンカウスティック。あってもいいかなと思います。もうちょっとこうなんか暗い色の中に形とかグレートーンみたいなのは誰かな、ハンマースホイっていう、あれはノルウェーの絵描きさんでしたっけ、北欧の方ですね、スウェーデンじゃないかな、フィンランドかな、ノルウェーやったような気がしますけど、ハンマースホイ、すみません間違えた、ごめんなさい。ぜひぜひちょっと調べられてみてもいいかなと。 北欧のこのようちょっとこうね、影の色とか髪の毛の色とかも茶っていうか、ちょっとだけこうほんの少しね、なんか混色してなんかいいトーンのなんか色かなんかを置けたりして、手前の方なんかもうちょっと影にこうして、光が当たって、こう覗き見シリーズですよね。はい、もう脱線しません。はい、家政婦は見たシリーズですね。名古屋のターコさんです。額はめパネルでの自画像 F45。 自画像というテーマで自分の顔を考えた時に思ったのが顔はめパネルです。観光地や映画館などあちこちに置いてあり、つい顔を入れて写真に収まりたくなります。いろんな顔はめパネルの中で一番良かった印象派展のあるのは、これ実際じゃ写真撮ったってことやね、いうことでございます。ということでね、よろしくお願いいたしますということですけども、あ、もうこうね、口づけをされそうになってるのをやめてっていう顔してはるんですかよくこう書いてあるなと。あ、そういうことか。これを自分でなんか意図的にこうなんかやったんじゃなくて、実際にこれ展覧会行ってやって、その写真があったから書いたっていうことか。あ、そうか。そうなると評価低くなるなすいません、もうでもここに入れてますのでね。もっとルノワールうまく描けたらいいんですけどね。もルノワールやなとかっていう風に見えるかというと、ちょっと見えてこないので。でも丁寧によく描きましたよね。本当にこう顔なんかもなかなかこのサイズでこのぐらいで描くのって難しいと思いますけど、よく描けたなと思います。すいません、画質なしでした。これ確かなんか背景の方とかちょちょっといじったけど、もう無理やなと思って、なんかルノワールもこの元の写真を探してきて、それを見ながら描こうかと思ったけど、めんどくさくなってやめました。申し訳ございません。はい、でも丁寧によく完成度ある作品ができていると思います。次の作品こちらです。漆黒の羊さん、爪痕、作曲家の自画像、伝統と流行、芸術と世俗など音楽をめぐる様々な概念に翻弄されながらも、作曲家として爪痕を残してあると踏ん張っているという漆黒の羊さん、だけど日々の暮らしにも追われるという等身大の自分自身を描いてみました。そうなんや。ニャンコルチンに行ってきたので、ニャンコルチンにしてみましたと、最初自分の顔で描いていたんですが、と、こっちの方が自分に似ている、不思議ですと。もうこれに関してはもうとにかく技術をね、すごい請求書、インボイスですか。大変ですね。はい。もう私も含めですけどね。めんどくさいですよね。こまごましてのね。請求書とインボイスっていう感じでしょうか。もうとにかくこういうのはもう本当にこう、クオリティをどんどん上げていかれてほしいなと思ったぐらいです。顔の描き方とかもね、かっこよく、こう、ベッと骨なんかも立体的にガッガッとこう描いてできるようになっていかんといかんのタイプかなと思います。はい、次の作品いきたいと思います。こちらでございます。よう描きましたね、岩手の里子さん、おめでとうございます。もうこの辺はちょっとこう上位に行くかどうか悩むところがありましたけど、猫と私、油彩キャンバス6号、無防備でぼーっとしている普段の自分を描きました。タブレットで Amazon プライムを見ているところですと、顔のコントラストや暗闇の表現が難しかったです。今自分ができる最大限の力を振り絞って描きました。もっと練習して人物を描けるようになりたいです。よろしくお願いいたします、ということなんですけど、よく描けましたよ、これ。顔なんか本当にこうね、猫とかこの辺りのこう自然な感じみたいなのを本当にすごくこう評価できるなというふうに思いました。で、影の中も微妙にこうね、この中にいろいろ違いみたいなのを本当にこう微妙に描いていっていて、良い作品だと思いますよ。ぜひぜひこの調子で、特に僕ここの手がいいなと思いましたね。手と猫、顔の部分にもう何でしょうかね、なんかそのなんていうの、タブレットから出る光みたいなのの雰囲気がちゃんと映り込んで、ちょっと僕も画質はできないですけど、映り込んできたらどうなんかな、ちょっと赤みを入れてこうしてみたりしたんですけど、なんかその雰囲気が向こうから光ってるっていうのがもっと出てきたらもっといいんでしょうね。
はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。もうこんなんね、サーさんですね、キャンバス6号を自画像、 こういうのじゃ自画像じゃないんじゃないかってクレームがあるかもしれませんけど、今レンブラントの話出ましたけど、皆さんね、ピカソ自画像って調べてみてくださいそうやそうやと思って、あのピカソ自画像って調べたら山ほど出てきますよ。もう山ほど、若かりし頃から何からっていうのでもう山ほど出てきますので、あのぜひぜひ皆さんピカソ自画像と調べたらもう山ほど、えこれ自画像なんていうのもいっぱい出てきます。で、僕はこれも自画像かなと思いました。ジーパンは自画像ちゃうやろうと思ったんですけど、この辺は自分の中でこう解釈して、なんかこうキュビズム的にやってるのかなと。で、このパターン何人かいたんですよ。で、その中でちょっと申し訳ないけどこっちにしました。真ん中のピンク魚が私です。どれピンク魚、それ全然知らんかった。ピンク魚どれ、え おっちゃん気づかんぞ、やばい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 、わからん。ピンクはこれやろ、これ魚なの、まあ、ええわ。毎日涙ちょちょ切れで働く、わあもうね、ね、惜しかったね。これに出すドキドキな心と、どれがピンク魚、まあ、そんなこといいんですけどね。いや、非常に良い作品やなと思いますよ。後ろの方の方までなんかこう決まってきてもよかったかなっていうのと、色をもう少しこう吟味してしっかり混色していくともっと良くなるんちゃうかなと思いますよ。もうこの調子ででもやってください。多分これであのコツ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 とやっていけば面白いものになっていくんじゃないかなと思います。ここで使ってるなんか絵の具の質感みたいなので、後ろの方までこう書いてあったらもっと面白くなりそうな感じが、後ろの方になんか遠近感みたいなの出す必要はまあないんですけど、物質感みたいなのがだけでもせめてここの方がの言い切りみたいなのの強さが出てきたらもっと良くなるんちゃうかなと思います。ありがとうございました。またね、待ってます。はい、あと2枚でございます。こちらの作品でございます。夏伊藤さんですね、練馬のなっちゃん、どちらが自分か、 35×25cm スケッチブッククレヨン、メガネと自分の裸眼のお自分、それぞれ色の見え方、見え方が変わるのかどうか実験を重ねて描きました。どうぞよろしくお願いいたしますということ。だから面白いなと思って、2つのこうね、顔があるっていうあれで。で、まあ、あの油絵とかも描かれていて、でちょっとこう見た時にあのキンキキッズに見えてきたんで、途中から申し訳ございませんもうキンキキッズに見えてきたぞとなって、もう一回それ見え出すとキンキキッズに見えてきてしまうと、高一君みたいに見えてきて、あ左が強し君になんか見えてきたなみたいな、自分の中にわけわからなくなってしまいましたけど、これも、まあ、こうクレヨンとかパステルとかに近いような表情で、そういう、こう絵の具の質感みたいなのの弱さっていうのがどうしてもこう出てくるなっていうので、アイデア的には面白いなと思うんですけど、あこの辺りが限界かなっていう、もうでもクレヨンとかでももっとなんかこう、うわこれクレヨンでやったんやっていうような絵とかもありますからね。非常にあのよく頑張ったなと思います。まあ、あの他の公募展とか出していったから多分そっちの方頑張ってたでしょ。あれも本当にこうね、もう言うたらもうなんかこう、ごめんなさいね、この方との会話になりますけど、こうなんかね、あのお子ちゃまかなんか書いてるんですけど、こうカバン背負ってこう座ってるんですけど、あれいるせやったら網とかさとかで虫取り、こうなんかここにカバン背負ってるからちょっと座ってって言って写真撮ったように見えてしまうんですよ、こっちは。で、例えばあれなんかも地面の方とかの木とかももっと絵の具っていうので言っていいよ。はい、次の作品。またかあの鬼好評に待ってます。こちらの作品です。もう何も言うことあれへん。タマさんです。よろしくお願いいたします。ということで、下地ジェスト、F6 をシナベニアパネル。これね、最後のこのどっちか迷った。ごめんなさいね。このいいですね。私は以上でも以下でもない。身に起こることをしてきたことを肥やしに、そして人に恵まれてここまでたどり着く感謝、恩返し、勇気。甲状腺の病気で喉の周りがすっきりせず、前の自画像では手鏡で隠しましたが、それこれも私ということでございます。いやでもすごい、これ何ですか、緑のこれは何を持ってるんですか。何かが絡みついて、いやなかなかたくましい。ここに鍵があるんや、どういうこっちゃろうと思うんですけど、あの非常にこう面白い、力強い、作品やな。もう加湿するとかあんまりへんなと思って、あこれも加湿やっぱしてません。
です。もう、じゃああと何って言われたら難しいんです。これはもう個人的な、本当にこう、私自身の個人的な部分っていうのはあると思うんですよ。まあ、好みももちろんあるし、ここでずっと100枚を何周もしてきた中で、なんか、ふっと力抜けたのがすごくよく見える時間帯もあるじゃないですか。お腹空いてたらなんかそういうものがパッと見えてきたり、眠かったらなんかこういうのがよく見えてきたりとかあるじゃないですか。で、なるべくそういうふうに何度も見直してるんですよ。でその中で、ちょっとこの入賞編の一番、まあ、15番目の人と、この方16番目で、ってなった時に、ちょっと力抜いた方が、僕がの中でなんかですね、よく見えてきたっていう風になって、ここです。でもすごくこうなんか、人によってはもっともっと上に行くと思いますので、この気持ち、力で、頑張られてみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。非常に面白いですね。第10回、次回の勝手に公募展は一応8月の下旬ぐらいを、ちょっとそれはまた動画自体は作ろうとは思いますけども、1ヶ月前とかになったりとかね、もういつも私忘れっぽいので、で一応テーマは、最後つでございます。ひらがなでつでございます、動画のどこかで、言ったり書いたりしてありますので、それを漢字に直すと2種類ありますのでね、ということはかなり広くなってきますので、皆様のご応募、8月の下旬の第5週、もう今回は鬼高評価が全然実は撮ってても声がね、ガッサガなんですよ。だからなんとかね、ちょっと第5週やったような気がするので、そのあたりをちょっと考えておりますので、もうすでにやるって、もう今からやるんや、悔しいぜっていう人はぜひぜひ、始めてみてください。そして明日、15枚、非常に面白いですよ。めちゃくちゃバリエーション豊かで、めちゃくちゃ面白いと思いますので、ぜひ明日も、20時に、皆さん集まって、いっぱい引っ掛けながら、ぜひ、やりましょう。それでは、なんで見たら優しくなママ、ね、泣きましょうバイ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